どうも皆さんこんにちは。今日は2022年6月の27日月曜日ですね。非常に天気が良くて気温も32、3度まで上がるというね、夏日になっております。本日ね、梅雨明けになりましたね。一番最速の梅雨明けということですね。本日はこの南紀1号のですね、動画で終了でございます。またですね、撮れる時に撮っていきますので、ぜひともご視聴ください。本日はこれで、さよならという形になりますね。飛騨号も、南紀号も基本編成、信濃号が8両編成が3本あるという形ですね。それではまた会いましょう。